沖縄地方は今日一日太平洋高気圧に覆われて青空が広がりました。向こう1週間も晴れる日が多くなる見込みのため、沖縄気象台は今日午前、沖縄地方が梅雨明けしたとみられると発表しました。平年よりも4日遅く、去年よりも5日遅い梅雨明けです。今日の最高気温は那覇で32度を記録、県内ほぼ全ての地点で30度を上回る真夏日となりました。今後も1週間は真夏日が続く予想です。熱中症にご注意ください。